オース年度、まあ、別名トルネードですまあちょっとこれ言おうか迷ってたんですけどあの僕ここに来るまでにちょっと罪を犯してしまいまして、まあ、何をしたかというとちょっと窃盗をしてしまいましたで何を盗んだかというと、まあ、この「ブレイキングダウン」を見てる視聴者の心そう「あのブレイキングハート」を 盗んじゃいましたとじぞえちょっとやめてくれああ,あの俺まで巻き込まれるからその事故にまあまあまあ,あ前回のオーションの時もそうやけどあのまあガチでいろいろ話すとあ,のああ今日ねあのまあジョーブログと顔を合わせたんだけどあ,あ,あのジョーブログ多分本当ブレイキングダウンに多分かけてる気持ちって全然ないと思うのあ,あ 多分ね、まあ自分の YouTube もあるだろうしああただ本当に知名度上げたいなーっていうただ単にそれ上げたいなーぐらいの気持ちだと思うんだよねああでも俺は本気でブレイキンドにかけてるしああ俺本気で勝ちに行くからそれだけは本当に譲れないしああ俺こんなジョーブルゴ見たくないもんどれぐらいはにかけてないジョーブルるめちゃくちゃかけてるよ 俺も練習してきたしまあそれが顔にも現れてないし、うん、全然あの話す内容もねお前の顔にもあんまり現れてないでまあまあまあいいんだけど、うん、俺は顔にいつも表してるから、うん、いつもいいんだけどジョーブログって何かをやるときってもっともっと熱い人間だと思ったし、うん、もっともっと熱いことやってると思うんだよね、うん、でもブレイキングダウンにかけてる気持ち絶対少ないし、うん、もっともっとね熱い気持ちで来てほしいんだよジョーブログは、うん、お前どれぐらい熱いんおい生熱いよ 全然分からんお前そのひょらのスーツ着てなんかそれ見せかけだましやんえ見せかけだましやんそんな普段通りのお前自分で熱いって思い出せよまあ熱いかどうかだから視聴者が見てもらえば一番わかると思うけど俺はそれにめっちゃかけてるなまらもうほんと死ぬ気でいこうぜ人生かけてるから本気でねだから一つ出してあのさっき裏でさ普通に話しかけてくんな俺は本気でかけてるから試合にかけてるからその話しかけてお茶らけてるから見たらお前お前視界に入ってくんな言うてんや まあとりあえず視界に入っていいだろお前、まあ、変な空気になっちゃうやろう言うたん、まあ、言わしてジョーブログはああトルネードの渦の中に入ってますああだからもうジョーブログは逃げられねえからなんて言えないことやろああ別に逃げへんわその前に檻に入っとるわもうかなわみんなか本気で勝負です,すありがとうございましたえ続いて第二十二試合ですミドル級スペシャルワンマッチ